一番変わったのはその一人での作品、一人でやる言葉を使わないパントマイムの表現と二人でやる表現の大きな違い。今までソロで昔やったの10年以上前だったので、その10年間ぐらいはもう二人でやる頭になってたから、今回一人でやる、一人で表現する作品の作り方に頭を切り替えるのがちょっと、難儀でした。でやっぱり気負いではないですけれど、一人になって二人の方が良かったねという形にはしたくないので、それ総合の作品を作ろうという意気込みもあったので、そこでちょっと生みの苦労というか、一人の表現の生みの苦労というものがちょっとついて回ったかなというふうに思っています、感じています。2時間をこうお子さんの集中力を保つっていうのは意外と難しいと思います。なるべくパントマイムっていう表現をこう集中して見てくださるお客さん、お子さんの集中力っていうのはなかなか難しいんじゃないかなということで、R15 という形にしました。あの見てくださったように、サスペンスというか、ああいうちょっと子ども向きではないような作品もあったりとかしたので、そういう形で15になって、なんかね R15 っていうとエロいみたいなイメージがありそうですけど、そういうわけではなくて、まずはそういった形で本当に僕を見てくださるお客さんに見てもらいたいなという思いがあって、R15 にはしてさせてもらいました。ちょっと、ね、偉そうです。